時間銀河ドラマ、こんにちは、スペカンです。今日はこのフィンガードラムの、レイアウトについてちょっとお話ししようかなと思います。本当はですね、昨日作る予定だったんですけど寝ちゃいました。寝ちゃってもう全然やる気が起きなくてツイッターしかしてません。まあそんな感じです。でちょっとさすがに、まあ、やるって宣言したんでね、今昼間なんですけど、ちょっと仕事の前に撮っちゃおうかなと思ってます。デジタルのジャムスカーラさんとやってるデジタルをの、ドラム抜きをね、配布っていうか、まあなんだっけ、あれギガファイル便とかでね置いといたら、まあ卓六お母さんとか吉尾くんとかいろんな人たちがまあフィンガードラムをやったり、生ドラムで叩いてみたりリミックスしてみたりみたいな感じで、遊んでくれててめちゃくちゃ嬉しいし感謝してます。まあそんな感じでこうなんていうんですかね、こうまあフィンガードラムがまあ流行ったら楽しいなってちょっと思うっていうのと、まああと卓六お母さんもね、なんか積極的になんか流行らそうとしてくれてるみたいで、めちゃくちゃありがたい限りなわけですよ。吉尾さんが、自身の YouTube のチャンネルで、スペカンレイアウトをねやってみたみたいな動画を上げてくれてるんですけど、あ、リンクはね貼っておくんでよかったら見てください。でそれの時にこのあやりやすいなんつって言ってくれてたんだけど、こうやってね、なんでここにロータムを置いてるの、これ間違いじゃないのみたいな感じだったっぽいんですよ、どうやら。でその時に見てて気づいたんですけど、確かにあのその卓六お母さんが僕のレイアウトの配置をね、僕の参考動画の時にレイアウトをこう書いてくれてるんですよ。ここに何配置しますか、配置しますよみたいな感じで。でその配置するのはあれを見ればわかるんだけど、なんでこれがここにあるんだろうとか、結構謎なことが多分たくさんあったんだろうなと思うので、ちょっとそれの解説をします。ただレイアウトに関しての説明ってすごく大変なんですけど、今回はそのジャムスカーラさんとコラボしてるデジタルの曲のレイアウトについてってことですね。他の曲とかではまた違うレイアウトとかにしてたりするんですよ、僕。でそれは理由があって、叩けないフレーズ、レイアウトを固定してしまうとどうしても叩きづらくなったり、出てこないフレーズっていうのが出てきちゃうんですね、どうしてもレイアウトを縛ってるがあまりに。だ僕はそれがちょっと嫌だったので、生ドラムっていうのは基本的にドラムセットって一緒じゃないですか、あのその人が叩くセットっていうのは。でもそれはまあなんていうんですかね、大掛かりだからっていう理由だったりいろいろすると思うんですけど、僕はこのフィンガードラムにしてからこんなにね、なんていうんですかね、余ってる部分があったりいろいろできるわけだから、積極的にレイアウトはその曲に特化したものでいいんじゃないかと。で確かに覚えるのが難しいとかね、いろいろあるとは思うんですけど、それは甘えなので、練習すれば覚えられますということですね。まあそんな感じで僕今回はデジタルのレイアウトを説明するよと。じゃあおさらいしていきますよ。ここキックね、ここにスネアのリムショット、ここにスネアのオープンヒットで、ハイハットのクローズ、これはフットペダルですね、ペダルハットってやつですね。足でこう踏んだ時の音違うよね、音色が。でクラッシュシンバル、これはハイクラッシュって僕が呼んでて高い音のクラッシュですね、だいたい16インチから20インチあたりで、ここにもオープンヒットのスネアで、僕の場合はちょっとですね、これ違うんだよね、オープンヒットの音は。でタム、ロータム、フロアでロータム、謎の一発ね。でこのね、まず先に説明しようかなと思うのが、ここのオープンヒットと
ここのオープンヒットの音が違う理由、僕はですね、こっから下の部分をリズムゾーンって呼んでるんですよ。リズムゾーンっていうのは何なのかっていうと、こういうことですね。リズムパターンがメインで行われる作業場です。でこっから上がフィルインゾーンなんです、僕にとっては。っていうことです。フィルインゾーンですね。じゃあいきますよ。こんな感じ。こういう風にフィルインをするときは上の段を使って、リズムパターンに戻ってくるときは下の段を使うみたいな風にしてるってことですね。でじゃあ次、これこの謎のタム、ロータム、なんでここに置いてるのかっていうとですね、これはですね、そのデジタルの曲でどうしてもやりたかったフレーズが思いついちゃったんですよ。それちょっと流しますね。今のところこれをやりたかったんですよ、なぜか。でこれはこっちでやるとですね、あ、この味で、これは僕はですね、結構な、まあ、これでもいいんですよ。あ、で、これちょっと忙しいんですよね、交互でやると。なのでトゥルンってこれ片手でいけちゃうわけです。ここでできちゃうわけなので、このフレーズを最もやりやすいことにしたいって言ってここにしたわけです。でなるべくパッドはあんまり散らさない方がいいので、ここのフロアを使うと。でトゥルンってやるとしたら、手の関係性的に、ね、こう斜め上にやると中指人差し指の行動がすごくしやすいんですよ。こんな感じで。なのでここにたった今の A メロのフレーズをやるためだけにここに置いてます、ということですね。まあ、あとは、そうですね、ここがなんでフットペダル使っ、フット、あ、ペダルハットを使ってるのかっていうことなんですけど、単純にこれはですね、まずイントロとかサビの時って僕16部でって叩いてるんですけど、これが同じ音をね、ここにアサインした場合、これうるさいんですよね、なんか。で、これを、で、それをペダルハットにすると。で、できるわけです。で、これは生ドラムだともうほぼ難しいっすね。左足で踏まないといけないわけですから。だから、まあ、ある種、生ドラムではできないプレイをやってるってことですね。で、もう一個、サビの、まあ、サビ前なんでね、ちょっと待ってくださいね。あ、この辺かな。ちょっと聞いてみます。
ういうふうに「でって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 ですね、やるときは僕はこのペダルハットで、あ、こういうふうに音をまあ開けて閉めて開けて閉めてを繰り返してるわけです。これこんな感じ、まあ、これを使うのに、ペダルハットもを置いてると、こんな感じでね、まあ、そんあとはまあ普通にっていう感じですね。で僕はですね、今回のこの曲に関してはですね、アディクティブドラムスのキットを3つ立ち上げてるんですよ。でこのキックは2つのアディクティブドラムスのキックが混ざってます。でここのスネアも2つのアディクティブドラムのスネアが混ざってます。でここは1つのアディクティブドラムスで、これは違う1つのアディクティブドラムスのクラッシュ。っていう感じですね。まあ、ここにちょっと反応するんでちょっと見てください。キックはこの2つのアディクティブドラムス使ってます。で、ここのスネアはここの2つのアディクティブドラムス。で、このハイハット系の金物は1個のアディクティブドラムス。このクラッシュはここのアディクティブドラムス。だからここたちはここですね。みたいな感じで、なんか混ぜてたりするんですよね。混ぜてたり混ぜないで違うキットの、ものを使ったりとかっていう風にしてます。でこれができるのはね、今のところエイブルトンライブぐらいかもしれないですね。プラグインを3つ同時に立ち上げて混ぜたり混ぜなかったりとかできるのは、まあ、僕が把握してるものではっていう話なんですけど、だからレイヤーとはちょっと違うんですね。まあ同時に鳴らしてるだけなんで、一つレイヤーさせて、あ、同じか、同じ意味なのかな。ただこうプラグインをレイヤーするっていうのはなかなかできるものが多分そうそうないと思うんで、まあ、そこがすごいですよね、エイブルトンの。こんな感じね。で、まあ、ここの謎も解けたと思います。まあ、あともうないかな、説明することは、レイアウトについては。っていう感じですかね。まあ、要は64個の場合は、すごくとにかく、こうやってね、自由度が効くんで、で、あともう一個、ポイントとしては、使わないところにはね、一切音を置かない。これ大事ですよ。誤作動防止もあるし、形的に変な形になっていくんで、そういうふうに。ここは使わないからここはなんだ抜かしとくとかね、あ、消えねえや。まあ、本来消えるんですけど、ここがねこれと同じ色とかになって、視覚的にも、あ、このセットはこういうセットだから確かこうだなみたいなのが直感的に分かるようになってくるんで、練習たくさんすると。だから、余計なものは置かない。でレイアウトも曲によって、積極的に変えるみたいなのを、まあ、やっておくと上手になるかもしれないですね。使わないものをわざわざ置いといても使わないんで無駄なんですよ、それって。それは生ドラムも一緒。使わないものを、使わないロータムをここに置いといてね、その分、セッティングしづらくなる状態で、練習や演奏するのはバカがすることだというふうに僕はいつも生徒に言ってますっていう感じです。じゃあちょっと引き続きね、まあもしなんか期限がそろそろ切れちゃうんでまた配布し直すとは思うんで、撮ってない人いたらちょっと撮って挑戦してみてください。本当に面白いんでフィンガードラムね。まあなんだろう、
なんかね、わかんないこととかあったら全然気軽に質問してもらって構わないんで、まあ、もしよかったら、やってみてください。で、一応ですね、僕こうドラム、生ドラムの講師もやりつつ、フィンガードラムのも一応先生やってます。1時間ね、2500円。まあ僕は安いと思うんだけど、2500円が高いと思う人はまあ申し訳ないけど、まあもしよかったらレッスン受けてくれたらなと思います。ので、チャンネル登録もね、してもらえたらありがたいなっていう気持ちでいますので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。